じゃあゴリガールさん、ちょっとあのルール説明してもらっていいですか。はい、はい、ルール説明します。今日は2万5000点を待ったら語尾がウフォになって、うん、1万5000にしますか。うん、1万5000以下は、1万5000以下はウフォしか言えません。あー結構厳しい。ゴリラゴリラだっつってんの。ゴリラはいつもー嘘でしょ。初手騙さん犯法。ウホーゴリラにならない人が一番チンパンジーなんだよな。ここでリーチウホー。あー怖えー。ゴリラ100万チャーンス。嘘でしょ。ウホー絶対やだ。ラン嘘でしょ。ウホーやばい。めっちゃ来る。ゴリラにする前にとんじまったじゃねえかよ。やりすぎだって。何が来た。これは行こう。マジか。行きますか。マジ。よし。助からねえ。俺は全員をゴリラにするんだ。まずは一匹目。えピン。12000。うん、もちろんだ。ということは、あ、もう、あー、ミネちゃん。もう二度と帰ってこれないね、ミネちゃん。さよなら、ウホ。飛ばさないよ。あー、ドラミング入った、ありがとう。ドラミング入った。気合入ってウホー、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 ウホー。あー、なるほど。なるほどね。いや、まあでも、それはその男がおりっすよ。あえ、ま、え、そんな話だったん。いや、でも、あそう。そっかー。泣かないでよ、今日俺怒りますから。元気出してください。メイガちゃん持ち帰ったらあかんで。いや、まあまあ、僕友達は友達で、ウホじゃなくて、ウホじゃなくて。ゴリラはちょっと。あかんで、あかんで。感情の高ぶりで表現しないで。やったー。マジで。おーナイス。やったー。え、これあるんちゃう。これは来ました。うわ、た、あ、光りすぎちゃう。はい、どうもー、グンドミレーでーす。ナイス。ナイスー。よみがえる。メイカさんが14800点、グエロスガールが73000点、グドミレー先生が69000点、伊藤ライフ先生が54000点です。おめでとうございます。今日はあのゴリラモードになってないんですよね。確かに。あのに再開。ややこしいんですよね。準備準備。どうもありがとうございます。抜けるなよ。いや、こ、コングコングでいいですよ。コングね。コングね。はい、うん、KONG コング、うん。いいね。で、何をしてくれますか。そうですね。それ次第かな。そうだよ。やっぱ姿勢かな、もう一回やるってことやっぱ。じゃあ鼻にラムネ詰めていきます。やるんか。あ、すごい。もっと微妙。もう分かりづら。もう一個、もう一個、もう一個、両鼻に、両鼻に。そんなにコングいらないよ。はい、これでいきます。すいません、あの、この、しばらくこの声でお願いします。ああ、じゃあウホでいいですか。今鼻抜きました。何点取ってもゴリラで。ウホ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 ウなめてんのかおい。オリエようこそ。やんのかおい。はかってこいよ。あ、ここねー。いやー、あ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 、じゃあこの曲終わるまで、この曲まではワンマンショーで。はい、じゃあ私たち喋らないんでお願いします。お願いします。うほー。
入ってきた。うほーほーお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 ーチャット送んないでください。一人でやりきってください。まだ曲終わってないんですか。一曲終わるまでって言ったじゃないですか。おお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 ほほ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 ほ嘘やる気なかったこのリーチ嘘だろマジでこれ終わったわマジで終わったなんでリーチしてるやつが一番動揺してるほほほやばいやめてやめてねおかしいよねいや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 なんとこうやなんでリーチした、はい、あ一発乗ったなそうええー、じゃあお疲れ様でしたほーえかかえかかやばっ高っええ最後の裏取れよやばー嘘やろ嘘でしょパート2やば配信で2回数え役満を出したとこグエロスガールですどうぞよろしくお願いいたします。嘘でしょすげえもん見たぞ。嘘でしょ軍のミレイが 76,800点で、はい、伊藤ライフが0点です。よろしくお願いします、はい、伊藤ライフが 81,600点伊藤ライフです認めなさいミレイちゃんお前がリーチしたからだよあのザコリーチを後悔するがいい。真面目な話をしちゃうんですけど軍道先生がキングをウホだけで歌ったら絶対伸びます。嬉しくない。私だけ先に落ちます。ちょっとあとは若い皆さんで嘘ですよお見合いかいな。じゃあ本当に嘘じゃあサンマしますか。サンマしませんよ。何言ってんのサンマでさ点数付け加えてそれがラストってことにしサンマしたことないもん。こんなとこでサンマ童貞したくて捨てたくないもん。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとう。またやるよ。グイグイよろしくね。クソが